福島県産の食材の安全性について韓国側が懸念を示しました。東京パラリンピックに向けて選手団長らが集まる会議が都内で始まり、100の国と地域からおよそ250人が参加しました。大会関係者によりますと、午前中に開かれた全体会議で韓国の障害者スポーツ団体から福島県産の食材の安全性を問う質問が出ました。これに対して大会組織委員会は、国際基準よりも厳しい基準をクリアしていて全く問題ないと説明したということです。